身長ビヨン、医師学博士、整形学専門医、身長先生こと田辺です。今日もですね、全身全霊でね、身長に関すること配信していきたいと思います。身長伸ばしたい人はチャンネル登録よろしくお願いします。さてね、本日お話しさせていただくのですが、ズバリ14歳6ヶ月の、モニターさんの動画です。同じような年齢のお子さんね、13歳とか14歳とか、15歳の方は、ね、ぜひこういったのをご覧いただくと、自分とねまさに照らし合わせていただいて、どういった状況なのか、把握するのよくわかると思いますので、ぜひ、ね、こういった動画を参考にされてください。それでは、ね、早速ね、画面の方がね書いてやっていきたいと思います。はい、それでは、ね、実際説明書を使いながら説明していきたいと思います。皆さんまず目標設定してくださいねってことね。必ず目標設定しましょうね。で、目標3つ立てるんですよとか、理想と呼ばれる身長ね。次、現状を顧みて慣れたらいいなっていう身長。そして最後、何としてでも何が何でもなりたい身長ね。こういうふうに3つ立てることが重要になります。特にね、その中でも何としても何が何でも何センチになりたいのか、お父さんお母さんであれば何センチさせてあげたいのか、ね、そういったところをぜひ決めてください。じゃあ今日もですね、まず最終的に何センチになるのか、最終身長を予測して、治療の内容を説明して、まあ、生活習慣で軽く触れていきたいと思います。じゃあ最終身長の方を予測していきたい。最終身長を予測するときで5個の項目を総合して予測していきます。1つ目が現在の身長、2番目が過去の身長、3番目がレントゲン検査、4番目が思春期症状、5番目がご両親の身長と、この5つをね総合して今回も予測していきたいと思います。まず現在の身長って今回は13歳と9ヶ月ですね。で 151.5cm になります。まず最初のポイントね、平均的に伸びていったらどうなるかというか、統計学を使用していきましょうねというところになります。はい、ということでもうおなじみですけども、皆さん大人気の成長シートということで、これ1月に、ね、1000枚配ってるそうです。なので本当にすごい多くの人ダウンロードしてますので、ぜひ皆様に無料でこれダウンロードできますので、公式 LINE の方から、ね、無料でダウンロードどんどんしてください。 URL はね概要欄の方に貼ってあります。で、今回、ね、13歳で9ヶ月で 151.5cm というところでここにあるわけですね。で、このまま仮に平均的身長が伸びていったらどうなるかって見ていくと、ぐーっとこう真下に下ろすわけですね。163.8 に向かっているって説明になります。まずこれが一つ目のデータになります。ということで、まず平均的な予測になっていくと 163.8 ですね、なんていうふうに予測するわけです。ただこれはあくまで平均なので、平均より伸び率が高い子ね、例えば166とか168になる子もいれば、残念なことに逆に160センチとか158センチとか平均的に伸びない子もいるわけなので、2番目以降どちらが伸びるタイプかというのを検討していきます。で、それに対して次ね、2番目ってことで過去の身長どうかなというふうに見ていきたいと思うんで、過去の身長に関して言うとこんな感じでってことで、ぐーっと少し落ち込むんですね。落ち込んでってこうやって少し盛り返していくってことで、これで典型的な盤石タイプになりますので、これも盤石ですよと。で、逆に言うと最初の数字ですね、 163.8 よりは高くなるというふうに考えていいですよってことですね。上記1で求めた身長よりも高くなるというふうに予測しますよって説明ですね。はい、次レントゲンの検査です。レントゲンの検査に関して今回は12歳と9ヶ月という説明になりますので、ここからもやはり盤石でしょうということですね。実年齢が13歳9ヶ月で1年ほど盤石ですよというところですね。盤石なので、最初で1年求めた身長よりも高くなるよという説明になります。例えばですけども、12歳と9ヶ月というのは骨年齢ね、骨年齢なんだけども、体が全部12歳9ヶ月同じような状況だったと仮に仮定すると、こういうふうに12歳9ヶ月がこういうふうに線を引いていくんです。ビーとね、でそれをここに該当するわけだけど、その子が伸びていくとどうなるかというと、168とか 168.5 とか 169.1 に向かうよってことが、ここから分かりますので、まあ、ここからは168とか169だなとかってことを思ったりもするわけです。それで実際にここでレントゲンの、ね、内容を実際見ていきたいと思います。これがね実際のレントゲンになっていきます。で、今回に関して言うと、まあ、一番重要な場所になっていくのは指の先ですね。こういったところがすごく重要になっていきます。13歳で9ヶ月という年齢ですと、早熟の子だともうここが閉じてるんですね。ちょっと閉じてる写真も今お見せしますね。例えばですけど、これは14歳と1ヶ月のお子さんで、やや早熟判定になってますね。この子ね、この子なんかこう完全に閉じてるの分かりますでしょうか。こういう風になっていくと骨年齢が14歳以上というわけになります。で、例えばこの子に関してはここもね、閉じてしまってますよということで、たったね4ヶ月しか違わないので、これだけ全然違うレントゲンが出てくるのが分かると思います。はい、こんな感じですね。先ほどのレントゲンは全然違うのお分かりいただきますでしょうかね。こういったところの隙間も全部空いてて、全然骨端子が残っているということで、盤石であることが間違いないというのがよく分かると思います。はい、それで4番目の項目ってことで、新規症状について見ていきます。新規症状に関してこの方に関しては、まだっていう表現だったと思います。まあ、新規症状ね、ちょっとイメージ湧かない人もいるかもしれません。まあ、声変わりとか、まあ、おちんちんに毛が入ってくるとか、こういったところがすごく分かりやすいかなというふうに思います。まあ、この方に関しては13歳9ヶ月で全くそういった新規症状が出てないということになってくると、まあ、これね、ほぼ間違いなく盤石でしょうというふうに言い切っていいと思います。もちろんね、他のデータが早熟で、新規症状だけ盤熟っていう場合だと、その盤熟って本当正しいのかなとか、いろんなことを思ったりするわけですけど、まあ、今回に関してはね、成長シートも骨のレントゲンからも明らかに盤熟なので、今回に関しては盤熟で矛盾ないでしょうという説明になります。声変わり15歳以上で盤熟ですよというふうに記載があるんだけど、まあ、実際問題で、まあ、13歳の後半の声変わりでもう完全盤熟でしょうというふうに言い切っちゃってもいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、そういった意味からね、最初に上記1で求めた数字ね、いわゆる平均的な伸び率より高くなるでしょうというふうに説明すると思います。で、遺伝身長ってことで、お父さん身長足すお母さん身長足す13÷2ですね。まあ、これをやっていくと、今回に関して 166.5 というところになりますよ。ただね、13歳以上、
だともうね、両親の身長あんまり計算しても意味ないかなっていう時期になってくるのも覚えておいてください。それを踏まえて最終的に何センチになるかと一緒に検討していきたいと思います。でこうやって見ていくとどうやら、この真下に降りるのではなくてこっち側にシフトしていくってことはほぼ確定的なんですね。まあ、その中でまあ一番理論値的に、期待できるのはここってところですね。ただこれちょっとあくまで机上の空論でそこまで美味しい話になるかっていうのは分からないので、まあ、これよりは右に行くでしょうって言ってるから、まあ、これは行くでしょうと、まあ、もっと行くんじゃないとか165ぐらい最低でも行くでしょうと、ただここの緑色のこの机上の空論よりはまあ少し行かないというふうに考えたら無難と、まあ、遺伝的にもこういったところかなと思って165とか167ぐらいっていう説明になってくるんじゃないかなというふうに思います。165.3 から 167.3、まあ、これぐらいに考えていただくといいと思います。ただ今回に関してこういう半熟タイプの方に関してはこれ以上になる可能性も全然ありますので、まあ、例えば170センチ絶対行かないとかそういったことをお伝えする内容ではないです。まあ、ただしこの子に関してはもともとすごく大きいという時期があまりないのでずっと大体同じような166ぐらいのところでこういうふうに推移しているところを見てみると、まあ、ここが170のラインね、ここが170のラインを見てみると一度も行ったことないことを考えて170まで行くっていうのは少し難しいのかなっていうのを言えるかなというふうに思います。はい、それですね、ここで、まあ、実際の、ね、採血を普段は採血結果1週間も出るので、まあ、最新の時に採血の説明をするんですけども、今日は採血の結果モニターさんですありますのでそこも説明していきたいと思います。このお子さんに関して言うとまずね重要になってくるのが男性ホルモンが本当に出ているかどうかってところですね。今回に関しては男性ホルモン値がなんと 0.73 ということですね。まあ、0.73 という数字がどういう数字かというと大人の基準値が 1.31 から 8.71 ってところなので、大人の基準値に満たしてないよって説明になります。ただし出てない子ってどういうふうに出てくるかというと 0.03 未満というふうに表記されるんですね。そういった意味と 0.73 というのは十分に思春期に始まっているっていう意味だとご理解ください。もう大体ですけども 0.1 超えてきたらもう思春期も入っているというふうに確定していただいて構わないと思いますので、 0.73 に関してはしっかりと入っているってところで、まあ、これに関しては、ね、今月入ったっていうよりも先月とか先々月とか3から6ヶ月前ぐらいに入ったんじゃないかなというふうに私は思いますので、でこうやって見てみると、まあ、実はですねここの時点でもうシフトしてるんですよ。こっち右側にねシフトが始まってるってところを見ても矛盾ないのかなっていう印象になってきます。はい、なのでまあ、ね、自覚症状としては思春期症状が全くなかったところなんだけど、実際もねもう思春期が始まってるってところで、まあ、全然悪いことじゃないですよね。ここがどんどん伸びていきますよって説明になります。それとして ALP どうかなって見ていきたいと思います。 ALP を見ていくと532ってところなんですね。これすごいいい数字だと思いますということで、 ALP ねまた実際勉強していきましょう。簡単に分かる ALP ってことで、車がどれだけ走りますかって質問を受けたら速さかける時間こんな風に表現します。どれだけ身長伸びますかって質問を受けたら ALP かける骨年齢こんな風に表現します。時間に該当するのはここら辺が今のところ12歳9ヶ月ってことで、他のお子さんに、ね、時間がたくさん残ってるんだよって、それだし今どれくらいのスピード感で身長伸ばそうとしてるのかなっていうのをここ実際 ALP っていうのを見ていきたいと思います。でピークが500から600ってことで、ここすごく、ね、いいデータになってくると思います。こういう風になんですけど、大体なんですけどテストステロン値がまあ大体1いくかいかないかぐらいの時にこういう風にピーク迎えることが多いように思います。だそれ、ね、全員ってわけじゃないんです。ここ参考程度に覚えておいてください。で500以上だと今20もあるってことで、350だと今成長期ってところで丸ですね。175だったらもうダメだよと、113でも完全ダメだよとね、まあ、×三角丸20までこんな風に表現していくんですけど、まあ、今回に関しては非常に今伸びてるってところで、もうここからねまさに今伸びてる最中ですよってことで、まあ、例えばですけど年間10センチ伸びるとかそういったことも、ね、現状として期待できるような時期でしょうと説明になります。他のねじゃあ採血の項目を見ていきましょう。亜鉛とかに関してと今回と68ってことで80から130ってところを見ると欠乏してるねってことですね。まあ、他の動画見ていただいても分かるんだけど、亜鉛ってほとんど皆さん欠乏してますね。亜鉛って苦いものに含まれますから欠乏してる人がほとんどだと思います。鉄もこれも27、フェリチンの値が27しかないですね。こういったのが50、100とどんどん上げていく方が身長にとってプラスになってくると思います。ビタミンの D ですね、こちらの方 23.3 っていうところで、こういうのも40以上に上げていくといいでしょうと説明してますので、まあ、栄養補充療法をねどんどんやっていくと身長ってお話しするような可能性も出てくると思います。はい、それですね、まあ実際ね今回はこの現状に対してどういったアプローチをしていくって方を一緒に考えていきたいと思います。この子に関して 165.3 から167.3というふうに予測してるわけですね。例えばこれが目標170ですよってことであれば、やっぱり少し何かしら治療してあげた方がいいでしょう。ただ170センチいけるかというふうに言われると治療してもしかしたら難しいかもしれないというのは、先ほどお伝えしたもともと体がねすごく小さめの体なので、そこは難しいかもしれないと。ただしそれに向かって、まあ、一生懸命やるんだったら頑張ってやっていきましょうねっていうところだと思います。で治療の内容に関して言うと、まあ、成長ホルモン治療とか思春期コントロールする薬、サプリメントとかこういうところあるんだけど、こういうふうな盤石の子に関しては基本的にあんまりここで思春期コントロールするようなことはないです。基本的には早い子に対して治療するっていうのはベースか、あとはですね、まあ、超終盤になってきた時はですね、まあ、こういったのを加える場合もありますけど、今回はこういったのを検討しなくていいと思いますね。実際問題は成長ホルモン治療だったりだとか、まあ、栄養補充だったりだとか、こういったところを検討していくといいと思います。成長ホルモン治療に関してね、本当にこういうふうに実際の感染来ていただくと、もうとんでもない量の、論文の数とともに、どういった治療効果があるのかとか、まあ、どういった点に気をつけるべきなのか、こういったところをお話ししていきたいと思います。まあ、こういった動画ね、ぜひ見ていただくとまた少し理解が深まるんじゃないかなというふうに思います。でちょっと一個だけ説明しようかな、今日は成長ホルモン治療についてね、まあ、ここだけピックアップして説明しましょう。こちらの方で成長ホルモン治療によって副作用がどういうふうに出たかっていうところを見ています。こうモータリティってこう死亡したっていう人数ですね。例えば死亡したっていう人数はエクスペクティッド
ナンバーっていうのはその何もしなかった時に、まあ、9人ぐらいが死んじゃうよっていう人数のボリュームだってことなんですね。それに対して実際に死んだのは2人だったってことで、全く問題なかった。むしろね、死ぬ人の数に関してはすごく少なかったんだよってところになります。まあ、同様にして他のデータを見ていくと、全然そういうふうな意味だと全く問題なかったよという説明になりますね。まあ、副作用に関しては問題なかったよというのは論文も出ていますよとかですね。じゃあ実際にこういった子がですね、まあ、成長ホルモンをやった場合にどれくらい身長を伸ばせるかって少し考えていくんですけども、まあ、もちろんね、個体差があるので、最終的にはやってみないと分からないってところなんだけど、まあ、現状として私の方はプラス3ぐらい全然できると思います。まあ、7センチはちょっと難しいかな。プラス6センチぐらい。まあ、すごくうまくいくことは7センチとか8センチぐらいっていうところで、まあ、4、5センチぐらいって上乗せできるでしょうというふうにご理解いただくといいと思います。例えばですけども、165になるところが169になるとか、160になるのが171になるとか、まあ、大体こういったのイメージ感でいただくといいんじゃないかなと思います。なので本当にね、すごいマックスで大体170ぐらいイメージしていただいて、まあ、こういった治療を受けていただくっていうのはタイプの治療だと思います。はい。あとで、ね、成長ホルモン治療にぜひ覚えていただきたい。すごく値段が高いですよと、年間で300万と400万するんですよってところぜひ覚えておいてください。先ほどお伝えした春季コントラストする薬に関して言うと、今回に関しては適用ないでしょうと説明になってくると思います。栄養補充療法に関して言うとね、亜鉛とか鉄とかビタミン D とかアミノ酸とかこういったところ処方していきますよってところですね。で、ちょっとね、今日は、鉄について少し勉強しましょう。本当はここでそのアミノ酸がどうして必要なのかとか、どうして亜鉛が必要なのかとか、そういったのも全部ね、カウンセリングの中で説明していきます。まあ、今日はね、モニターっていうか、まあ、YouTube の動画なので、ピックアップだけ説明して説明していきます。まあ、鉄ってことで、こういうふうに2本の動画も出してますね。こういったのぜひ見てくださいということで。鉄に関して言うと、まあ、鉄とか、ヘム鉄、非ヘム鉄っていうのはね、そういったの分からない人、こういう動画見てくださいね。この論文見ていきましたね。この論文見ていくと、これ1歳半のデータなんですね。1歳半のデータなんだけど、鉄が欠乏していること、してないこと、年間を比較、成長率を比較しているようなものになります。多分年間成長7センチだった子たちが、成長ね、鉄の状態を改善するだけ 13.2 センチも改善しているってところのデータになりますので、鉄を欠乏を改善すると伸び率が 176% で改善すると。逆の表現を使うと、鉄が欠乏すると 44% 身長伸びなくなるね。そういうふうに皆さんも覚えておいてください。吸収率のね、高い鉄ってことで、豚のレバー、カツイワシマグロ、こういったところがすごく重要ですので、まあ、こういった皆さんもね、今晩の夕食にご検討いただいてはいいんじゃないでしょうか。はい、ということですね。まあ、今回もね、モニターさん動画ね、お伝えさせていただきました。今後もね、全身全霊で、ね、身長に関することを配信していきたい。と思います。身長を増した人はチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。